はい、どうもこんにちは、みもりです。いつもお世話になっております。そして、今回のカメラマンが平岡さんです。平岡平岡さんか、すいません。おい、平岡怒ってる、激怒じゃないですか何平岡ってあ、そうだ、かでしたね。ちょっとずれちゃいました。かきくけこうの、だから最初じゃなくて最後になっちゃいました。なんだそのそういう覚え方じゃないから、名前って確かに、ガラケーみたいな感じで覚えてたんで。なんで5回押したの、1回でいいのに。そう、な2回目押しちゃった時あるじゃないですか。あ、気になっちゃったら、そしたらもうまたそこから間違ってこうバーって戻らないと、ね、はい、いけないからね。123って押すから。まあ今まだガラケーが普及してるから、こうやって、いや普及してないよ、もう知らない世代いっぱいいるんだって、ガラケーのこと。マジですか？20歳ぐらいの子なんて。じゃあさすがにポケベルは知ってます？ポケベルもっと知らないだろ。あ、知らないんだ。俺たちも知らないねんから。ポケベルわかんないですからね。すごいですね、発展。そう考えると、いやそうよな、うん、僕らのトークもね、発展中で退化してってるよ。やがーいや、それやめてくださいよそれ平岡が命尽きた時なんです一緒に伝説作っていこう。ギャルはい、今日も始まりましたけど、はい、結構久しぶりかもしれないですね。2年ぶりの2年ぶり、はい、作業とかではないです。作業ではない、はい、2年ぶり、はい、2年前あったやつをこう思い出してもらえたら、もしかしたら分かるかもしれないそうね。まあ大体その周期的な感じで、はい、わかりました。お、なんでしょう。オリンピック。いや、どんな声してるんですか、まず。声気になるんだよ。4年ですからあれは。そう、でも、はい、夏と冬のペースで。ああ、冬季と夏季のね、全然違います。違いました。すいません。今回クワカブバトルをします。クワカブバトル。はい。いや、懐かしい懐かしい。これね、多分2年前に平岡さんとお昼動画でちょくちょくやったんですけど、ね、3、4本ぐらいやったかな。やったかな。はい、結構楽しかったよ。ああ、そうですね。まあやっぱりこう勇ましい姿というか、飼育下ではあんまり見かける機会がない姿ではあるんで、うん、で、やっぱまあ、ね、ちょっとね、やっぱバトルって危険も伴う部分なんで、はい、人的にこう争わせるのはどうなんだっていう声もありますが、まあね、はい、あるけど、まあ、うん、自然界で戦ってるから、まあそうですね、最新の注意を払いながらやった結果、やっぱ楽しかった、いやそうね、うん、その迫力というか、なんかまた飼育下では見られない姿っていうのがやっぱりすごい興奮して、うん、そうだよね、はい、夏場とかはできればやりたいなとは思ったんですけど、なるほど、やっぱりまあタイミングも合わず、はい、去年はできずで、ただ今回やっぱりね、虫キング20周年と、そうですよ、いうところでリアル虫キングをお届けしたいなと。いやすごい楽しみです。そうっていうところになるんで、はい、今回は結構大掛かりです。大掛かりです。前回で言うと多分1動画で1匹1対1バトル、はいはいはい、で4匹ぐらいかな、合計カブトムシクワガタ合わせて、そうやったねっていう感じだったんですけど、今回もしかして、今回は予選を何回かやって、ええ、本戦をやろうかなと思うんで、すごい、はい、ちょっとだからまあ長期的な昼動画としての昼動画のまあなんだろう、名物企画みたいな感じでこの夏やろうかなと。なるほど言えたないや、なるほど、全く、いやもう間違った人の口数です2年半ぐらいですけ、日本に来て。いや、そんなことないよ。今日は1バトルというわけではなく、お生態で言うと、はい、5匹うわ登場します。すごいですよ、はい、皆さん。それをトーナメントでやって、優勝したクワガタカブトムシのどれかが本戦に出場みたいな感じで、それをまあ何回かやるって感じでいこうかなと思ってるんで。いやすごい、予選あるのすごいね。いやそうですね、うん、はい、まあいろんな種類、まあかぶってるのももしかして今後いるかもしれないですけど、はいはい、それでいこうかなと思ってるんで。いや楽しみ。高評価が多かったらできるだけこう頻度を上げていこうかなと思ってるんで、ぜひ虫バトルが好きな方は高評価をしてもらえたら嬉しいです。ぜひぜひお願いします、はい、というところで、だからまず最初に、うん、サクッと5匹登場させようかなと思います。はい、そうですね。出場者、まずエントリーナンバー1番、出てこいや俺、福山でしょ。高田さん。あ、そう、高田さんだ、エントリーナンバー1番、世界最大のオオクワガタ、グランディス。グランディスオオクワガタ、そちらね、通称グラードンとも呼ばれてる。グラードンではないです、はい、ポケモンの伝説です。一応グラードンはグラードンじゃない、グランディスオオクワガタ、世界最大のオオクワガタで、9センチ中盤までなる、うわ、大きいやつなんですけど、はい、こいつは、83ミリですね。83ミリ。はい。で、これインドのマニプール州のマニプール大クワガタで真ん中ぐらいに現れるという。いや、めちゃめちゃ凶暴そうな、はい、そう、やっぱ顎してる。大クワガタ自体は性格はおとなしいんですけど、うん、そうは言ってももう切れたら怖いんで。なるほどね。そう、だから攻撃力も、まあ、防御力も高めの子ですね。なるほどね、はい、ステータス、パラメーター的には、パラメーター的には。さあ、そしてエントリーナンバー2番、ファブリスノコギリクワガタ。いや、大丈夫か、ファブリス高くわい、心配やぞ。ちょっと小ぶりかな、サイズ差あるもん、
そうですね、ちょっとまあ言ったら無差別級です。サイズで言うと70ミリか 1.5 センチぐらいちっちゃいわけで、そうですね、グランディスと比べて、はい、と曖昧ではあるんですけど、この色がついたタイプのノコギリクワガタの中では、最大クラスという、一応、はい、サイズは今回の子はそんなに大きくはないんですけど、長い顎と、やっぱノコギリクワガタの性格上やっぱ凶暴なんで、攻撃力というか、なるほど、まあ、闘争心の部分で言うとグランディス以上に闘争心はあるかなと、まあ、結局だってサイズを覆してくるからね、そうですね、やっぱりこう、うん、闘争心、やっぱこう負けないっていう気持ちの強さが強さではあるんで、やっぱり、はいはいはい、そういった部分で言うと、まあ、ガンガンいって優勝できる可能性はあるかなという種類です、はい、なるほどね、ただ、まあ、足腰はそんなに強くないんで、おー、うん、大事やからね、そうですね、足腰は大事ですから、クワガタで足浮かされて落とされて負けみたいなことになるから、そうですね、さあそして、3匹目、3匹目、はい、こちら虹色クワガタ出ました、虹色、はい、まあ立派な感じの虹色ですけどね、あの角の感じは、そうですね、こいつは63ミリです、63ミリ、はい、だからまあ虹色の中では大きい方で、はいはい、はい、虹色自体はやっぱりもう何といってもアピールポイントはもう足腰ね、足の強さ、どんだけこう挟まれてこう持ち上げられても、うん、なかなかもう足を離さないという、やっぱこの足腰の強さっていう耐久力の強さがめっちゃ大事やね、やっぱ大事なんで、クワカブバトルにおいて、 そうね、そこで言うとどういう戦いするか楽しみですね、はい、はい、ちなみにこれはクイーンズランド、オーストラリアの方ですね、はい、クイーンズランド、はい、はい、ちなみにファブリースノコギリはインドネシアです、インドネシア、はい、タリアブ島というところの、グランディスが、インドですね、インドネシア、はい、オーストラリア、はい、という感じになってます。ただこの子の場合がちょっとね、後ろの伏せがもう麻痺してて、あ、なるほど、合計5本でこうって感じなんで、そこはハンデになるかな、まあまあまあ、それをどう覆すのか、はい、戦い方見てみたい、そうですね、注目の、はい、そして4匹目インドネシアですね、インドネシア、はい、インドネシアのスマトラ島の子です、スマトラから来ました、はい、こちらディノケロス二股クワガタ、ディノケロス二股クワガタ、はい、これももう、うわー、かっこいい、ノコギリクワガタ以上の闘争心、やっぱ二股クワガタ系って気性が荒いんで、あ、そうなんや、はい、うわ、確かに生きり立ってんじゃん、そう、もう触れただけでもガンガン来る感じの、こいつ強そう、そう、だからもう攻撃力っていう部分では申し分ないかなと、ただサイズがね、ちょっと72、3ミリというところで小ぶりな子なんですけど、まあこの中ではでもまあ2、3番手ぐらいのサイズ、この子もね、しかも野外個体で一回自然界を経験してる子だから、確かによりこうバトル慣れはしてるかもしれない、それはだいぶ違うね、だいぶ違うとは思います、野生か自然界にいたのは、はい、で、ラスト、ラスト、ここのラスト、グループ A、はい、グループ A のラストは優勝候補でございます、お、優勝候補、こちら出ました、帝王平田、帝王平田、はい、やっぱ平田といえばやっぱ平田クワガタね、凶暴なイメージありますよ、はい、まあ闘争心もあるし、足腰も強い、うん、そして攻撃力もある、いや盤石やね、盤石なんですよ、もう全パロメーターがもうマックスに近いという、これが平田系、はい、それのこれが89ミリと、この中では一番でかいし、やっぱだからもう圧倒的優勝候補ではあります、帝王平田は、場所は帝王平田はカタンドゥアネス島ですね、フィリピンかもしんない、かもしんない、カタンドゥアネス島って聞いたらね、はい、修学旅行とかで行くもん、いや行かないですよ、そんな京都感覚で行かないんででも帝王という名が付く、そうですね、クワガタなんで、やっぱりこうサイズも大きくなる、100ミリ本当は超える種類なんで、うわー、闘争心も、顎の力っていうのも強いんでね、いや、そしてこう、うん、顎もやっぱなんか凶悪な顎をしてからな、そうですね、この5匹で今日は戦っていきますんで、さあ、はい、どういう感じで、この子シードです、とりあえず、あ、シード、はい、優勝候補の帝王平田はシードで、シードですね、はい、1回戦はシードで、はい、そして第1試合、第1試合グランディス、グランディス、そしてファブリース高くらい選ばれました、グランディスとファブリース、いや目合わせないね、これが第1試合でございます、あー、まだ試合前やから目合わせろ、はい、フェイスオフね、バチバチです、いやいいね、やりそう、そして2試合目、もう先に言います、はい、が虹色クワガタ VS リノケロス二股クワガタ、出ました、はい、闘争心が勝つか防御力が勝つか、なるほど、という2試合目ですね、で、ここのグランディスとファブリースの勝者が、はい、シードでいきます、シードになるので、そのまま決勝になるかな、はい、で、ここの勝者がこの帝王平田と対決するという形で行かしてもらいます、最大でもしかしたら参戦しないといけない可能性もあるっていうのね、そうですね、ちょっとここは大変かもしれないですけども、それで行かしてもらいますんで、行きましょうか、はい、じゃあもうフィールド一旦さらちにします、いきます、せーの、はい、はい、ということで
第1試合の第1試合グランディスとファブリース、はい、83mm と 70mm、 はい、勝敗はどのような、勝敗は持ち上げられて3秒経ったらノックアウト、うん、なるほど、はい、で戦意喪失したら、まあ、僕の独自の判断で、そうですね、レフェリーがね、はい、下の方に逃げちゃったりとか、っていうのももうアウトで、もうアウトで、はい、もうこの辺はもう三森ジャッジが、そうですね、審判がね、はい、そしてあとはまあもちろん投げ飛ばされたらアウト、まあここのリング上からいなくなったらアウトっていう感じで、このキーからじゃあ落ちたらじゃあアウトですね、そうですね、基本はとりあえずそれで行かしてもらいます、いやどうでしょうか、はい、ちょっとドキドキするな、ドキドキしますね、じゃあとりあえずちょっとだけ興奮させますね、さあ、あーよく見たことあるこれ、はい、この角とかをコスコスするとね、あ、でもいい感じで、あー、はい、バッチリ、さあ、オッケーですか、さあ、おー、ファブリス、あー、やる気満々じゃん、ファブリスやる気満々です、あー、もう顎使ってんもんね、あー、すごいすごいすごい、あー、すごいすごいすごい、おー、こいつはもうバッチリじゃないか、あー、来てる来てる、あー、ブチ切れてるな、これはいいですね、あー、もともと置いてたフィールド、はい、あれだとバトルが難しそうだったんで、はい、ちょっとフィールドを変えて、変えました、はい、徳川刑事のエサザラの方を提供いただきましたので、提供いただきました、はい、ありがとうございます、いいえ別にあなたのです、この場所でここ行こうと思います、確かにちょっと引っかかってたからな、そうですね、なんかこうこうって感じかな、ここのフィールドにします、はいはいはい、なんでここより下に行った場合、はい、ここの周り、はい、ここですね、ここの周りの下に行った場合、はい、そして、フィールドが落ちた場合、持ち上げられた場合、持ち上げられて3秒経った場合、プラスもう僕が独自で危険だと判断した場合はその場で終了して、はい、勝者とさせてもらいます、わかりました、はい、行かせてもらいます、行きましょう、グランディスオークワガタ VS ファブリス高くわい、スタートです、スタート、はい、来た来た来た、わ、一気に行った一気に、いやいやいや、やばいやばい、おー、一気に行った一気に、いやいやいや、やばいやばい、おー、一瞬、あー悲しそう負けたーってなってる、勝者グランディス青クワガタ、いやーすごい、いやまだ敵探してるよ、見切り立ってる、見切り立ってます、さすがのパワーでした ね、パワー勝ちでしたね、もう重機のような押し出し方でした、ガーッブルドーザーみたいだな、ブルドーザーでした、さあそしてもう2試合目、2試合目参りましょう、虹色クワガタ出ました、 63mm 足腰代表、そしてリノキロス二股クワガタ、リノケロス二股クワガタ 73mm、 さあ1センチ差はありますがそれを覆すことはできるのか、はい、虹色、あーお、いいですね、あーやったろうかやったろうか、敵はドイツじゃ、インドネシアです、いや、そのドイツってそういうことじゃないよ、国のドイツじゃないからね、あ、でもいいんじゃないですか、お前さあ、そしてこっちはもう、生きり立ってます、戦わせろ、戦わせろこれは虹色有利か、虹色有利か、多分闘争心はすごいあるけど、うまくここのフィールドにね、そうですね、いやでも大事やからこれ、足腰っていうのも準備はできました、さあ虹色 VS ディノケロス二股、はい、第2試合スタート、スタート、うおー大きく見せる、まずはディノケロスが雰囲気を出してる、ね、お気づくか、まず勝ち合った瞬間やからな、それが来るぞ、いった来た、やっぱ虹色の方がこのね、まあ、低めに入ってるから、そうですね、だから感覚でいうと虹色はカブトムシみたいなタイプで下からすくい上げるっていうイメージですね、はいはいはい、リノケロスに関してはもう挟み上げる、そうね、ことができるかどうか、どうか、そのパワーがあるかどうか、虹色の足に勝てるか、そうやね、というところですが、一気に行くからね、始まったら、さあ行くか、あ、来た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 、おうわー、もう1回目の攻撃で決まる可能性あります、一気に行く可能性あるからな、振動を与えて、何かきっかけで一気にバット、おー、来た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 、来るか、行くか、行ったか、行った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 、どうなる、いや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 、挟んではいる、お、来た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 、さあ、間合いを取って間合いを取って、お、ジロケロス下下下、うわー、お、でもでも、いや、肩足で、挟み方はリノケロスだぞ、下入ったぞ、これは緊張な、緊張の一瞬です、リノケロスが持ち上げられるか、ただ下入ったけど虹色が重たいのか、虹色の足が勝ってますね、完全に、いや、あ、でもでも下を下を、ただやっぱちゃんと下を取られないように虹色が下低いの、うまいことを感じます、ね、お、どうだ、虹色チャンス、虹色チャンス、このまま真っ直ぐ行ったらいけるか、さあどうだ、
触れたら決まる可能性があります。さあ次刹那で決まるよ。どうする、当たってるぞ、当たってるぞ、これは次の人をハサミで決まる可能性ある。見失ったか、相手近くにいるぞ。お、来た、この、これはリノケロスチャンス、下に入ったぞ。このままもうあとは足を掴んで持ち上げるか、挟んで上にポンと、ちょっと触れますね、着状態か。お、さあ来た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 、いやでも乗っかってる、もうディノケロスチャンスだけどな、うん、ちょっと1回目に持ち上げきれなくて、そうね、動揺してるかもしんないですね、これはもう重すぎて、意外にやっぱ虹色の足腰の強さにビビったか、戸惑ってる可能性はある。そして虹色、防御力は申し分ないが、お、ただ、あ、足、攻撃力がないのか。あ、でもこれすごいな、だから虹色はこの上に沿ってる意味があるかもしれないですね。確かにね、下を取られた時に、うん、目線を下げた時にこう、はいはいはい、なぜて離れさせるみたいな、そういう感じかもしれない。だからもう防御特化がだよね、マジで。そうですね、マジで意味はあるんですね、やっぱどの種類も移動を与える。さあ、この振動によって触れ合う。さあどうなる？おお、いった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 、おお、虹色が掴んだ。あ、虹色が持ち上げそう。ただ挟み切れ、挟み上げきれないか。そうね、高さ的に。あ、おお、ただ足をまさかのカウンター、まさかのカウンター。おお、わ、これはどうだ、持ち上げきれないか、頑張るか。いや、お互い、おお、これどっちが勝ってもおかしくない、どっちが勝ってもおかしくない、コンクラベよ。すごい組み合ってるな、完全に完全に組み合ってますね。これは本当に相撲の組み合いと一緒ですね。そうね、がっぷり四つ。これは結構虹、ただもう持ち上げきれない、リノケロスは持ち上げきれなそう。もう、うん、そうやね、虹色がどうやるかって感じやな。まあでも、あ、でも触れてもだ、虹色足腰強いな、五本足でも強い、持ち上げたいけど上げきれない。足を入れた。え、あれ、虹色が足を入れた。足、あ、どうなる、出した、お、首締めるか。う、足で首締めるか。どうだ、足で攻撃しようとしてる。ただ抜け出そうとはしてますね。そうね、いや、寝技みたいな状態か今。お、抜け出した、抜け出した、抜け出すぞ。どうなるこれ、お、もう一本だね。あ、抜け出そうとしてる、抜け出す、抜け出した、抜け出した、落ち着いた、落ち着いた、終了終了終了、すごい、すごい死闘、死闘でした。どういうことでしょうか、はい、ジャッジ、まあどうなってるかわかんないですけども、かれこれ、結構な時間対決した結果、はい、勝敗がつかないのでつきませんでした。判定とさせていただきます。判定です、はい、平岡さんと僕で、はい、どっちが優勢だったか判断して、もう独断と、そうですね、偏見でもう文句なしで決めましょう。せーのでいきますか。せーのでいきましょう。せーの、リノケロス。ここで割れる、割れた、調子です。じゃあお互いの、はい、じゃあなぜ、はい、リノケロスがじゃあ優勢だったか、はい、でも、あ、そうですね、僕は、うん、正直、優勢で言うと虹色でした。ああ、なるほど、はい、ええ、ただ今後のことを考えると、繊維の部分でリノケロスの方が闘争心は残ってるんじゃないかという判断で、なるほど、リノケロスに行かせてもらいました。なるほどね、はい、僕はまあもうやっぱり戦っていてね、リノケロスには決め手がもうないんじゃない。なるほど、確かに虹色はもう負けようはなかった、はい、負けないんと思うね、もうこれって。そうですね、持ち上げられることもなかったし、はい、なのでまあこれ多分もっと1時間2時間ずっとやってたら、最終的に僕は虹色が勝ってたんじゃないかと、うん、なるほど、タイマンの部分で考えると虹色の方がいいんじゃないかと。そうですね、まあこの企画として考えたら、はい、確かに言っている通りリノケロスなのかもしれないけど、はい、確かにこの1対1で言うと、でもこれはもうバトルですからね。バトルです。競技した結果決まりました。はい、虹色クワガタ、虹色判定勝利です。判定勝ちです。はい、すいません、すごい頑張ってくれましたけども、判定、はい、KO って感じかな。判定 KO ですね。判定 KO です、はい、申し訳ないリノケロス、いや頑張ったな、いやめっちゃ頑張ってくれたけども、相性がだから、そうですね、悪かったのかもね、相性が悪かった、はい、もうこのまま虹色は、そうですよ、連戦になっちゃいます。そして相手は奴が来ます、奴が来ます。ここで優勝候補、はい、虹色と対戦するのは帝王平田89ミリ。いやー、これはやばそう、はい、
ちょっと闘争心を上げます。もうすでにある。いやもうやっぱ優勝ちゃうかこいつが。いやこれはすごいね。虹色どう戦うのか、うん、ちょっと気になるね。確かに逆に一回休憩するよりもやっぱバトル、うん、連チャンの方がいいのかもしれない。いいかもね。さあ虹色も準備 OK です。はい、さあここで優勝候補帝王平田 VS 虹色クワガタどうなる。もうさっきより相手でかいぞ、はい、スタートです。おっ一気に来た。うわー一気に来た。うわーこれはこれはすごい勝者帝王平田。ちょっと一撃嘘だろあの虹色が一瞬でした。長期戦を繰り広げた虹色がマジ一瞬でフィールドの外に行っちゃいました。もう完全に後ろ向いたもんな。うん、お尻向いてたから。そうですね。いやこれはすごい帝王平田のちょっと強さがえぐいね。えぐい可能性があります。ポンってやってもう一瞬やったやん。一瞬でしたね。子供を相手したかのごとく、ね、いや本当やこれはすごいね。これはやばいよ。やばいやつが現れました。さあこの帝王平田戦う相手はドイツだ。もう決まってます決勝の相手は1回戦で、はい、ファブリス高桑井を見事に圧倒した圧倒しましたグランディス大熊方です。サイズとしてはそんなに差はないよね。そうですね、サイズは6ミリ差、ただ横幅とかの部分で考えると、まあ、グランディスも引けを取らないかなと。いやーすごいですけど、こちら、はい、グランディスちょっと闘争心はあります。おーでもちょっとああもうやっぱ一戦してきてるからね。僕が見る機会のないグランディスになってますね、うん、もうやる気満々で、ね、やる気満々です。ファブリース高くない倒してますから、はい、あバッチリ。あーあバッチリです。そしてもううわっ風格エグいわ。もう来るか自分でこのままやんのじゃん。ちょっとやばいね。おっこれ怖っもう優勝候補2組が残ったという感じです。そうですね。決勝戦どうなるか。予選 A ブロックはい、グランディス大熊方 VS 帝王平田どっちが勝つか。はい、さあ手前がグランディス奥が帝王平田。このままいくか。さあグランディス、お触れた瞬間触れた瞬間あ来た来た来た。おーグランディスがただいや帝王平田すごいすごいいやすごいすごいすごいガッポリやった。ただグランディスが下入れたぞ。ただでもどうなる。持ち上げるか。ただいや、でもグランディスは持ち上げてるけど、帝王もグランディスの力が強い。帝王も耐える。いや、お、これは、お、ただ、お、見直して帝王平坂、帝王平坂やろ。帝王平坂、帝王平坂やろ。強い。あ、逃げてった下に隠れてっちゃった。怖いよね。お、すごいすごい見応えのある。いや、まだ探してる。すごい戦いでした。ということで、勝者帝王平坂すごい帝王平田の優勝です。いやすごいね。いやめちゃくちゃ迫力あるやん。いやすごいよすごいよもうたぎってます。これをね手にできて、はい、ゴールドロジャーですかわいそう。すごい見てほしい。怖くなっちゃった怖くなっちゃったな。グランディスもすごい惜しかったですけどね。めちゃくちゃ惜しかった、うん。いや、決勝やばいわ。すごい、さすがですね。やっぱ決勝、優勝するやつは、うん、これが楽しみですよ、今後。これやばいわ。これはすごいことになっていきそうです。決勝の迫力やばかった、はい、虹色の時間が嘘のような虹色はエグかったか。あそこのね、ブロック、まあでもああいうブロックも現れますから。いや、これリアルよ。はい、そうですね。これがリアルです、はい、こう上がってる時には、うん、どれぐらいギュッとされてるかわかんないですけど。そうですね、はい、本当に今自分の子供とかだったら、うん、安心して見れるなっていうぐらいの大人しさだったんで確かに、はい、なんかね、うん、本当そうやな。そうですね。この A ブロックは無事に終了いたしました。いや素晴らしい素晴らしい。強かったな。圧倒的帝王。ああ、うん、惜しかったよね。グランディスもグランディスも最初超優勢でワンチャンちょっと浮かしたからね、うん、ただもう持ち上げられないように帝王がやっぱりちょっとこう戦うセンスみたいなの帝王が圧倒的でしたね。すごいね、うん、優勝候補がもうちゃんと優勝したという感じの結果になりました。はい、これでさあ大丈夫だよごめんな。大丈夫やからな。もうバトルとかないからお前はありがとう。怖くなってすぐ下行ったもんゆっくり餌食べてよよかったよかった。まあ無事でよかった、ね、そうですね。無事に終えて、はい、終えられてよかったです。よかった。はい、ということで予選 A ブロックは帝王平田が
本戦出場ということで終了しました。いや、はい、素晴らしい、すごかった。さあ、平岡さん的にはどうでしょうか。いやー、うん、決勝に全てが詰まってた。そうですね、マジで迫力えぐいね。えぐいですね。いや、これワクワクしたわマジで。ちょっとどっち勝つか分かんない、分かんなかったですね。逆転の感じもあったもんね、うん、完全に殴り合いでしたね。ああ、あれはすごい。いや、素晴らしい、楽しみでしかない、はい、B ブロック。さあ、もう B ブロック、さあ、このままいきましょう、はい。このままはいかないです。一旦終わらせていただきますけども、まあ今後も B ブロック、C ブロックと多分上げていくことには変わりないんですけども、はい、まあ上がるタイミング、ペース的なので言うと、まあ好評だったら早めに上げていこうかなと思いますんで、はい、高評価の方、そしてまあ気になる方はぜひチャンネル登録をお願いします。お願いします。今回のカメラマンがキラマウンドさんです。キラ岡。ああ、岡さんか。何、ヒラマウンド、ちょっと低くしちゃいました、お顔。なんで盛り上がってはいるけどね、マウンドも。そうですね、俺らのトークも盛り上がって、まあ早いけどね、まだ序盤も序盤、2、3ラリーしかしてないから、まだ。あー、でもそれで盛り上げられるのよ。上がってないよ、だからやったんど。いや、何か覗いてくるの、覗くなよ。覗き穴です、やめろ、覗くといてごめんなさい、覗き穴、サブちゃんの方でね、ええ、平岡さんに唯一勝てるのが覗き穴ですって言うしかないんで、怖いから。そう、ドラキュラに対するニンニクみたいなもんなんで。ほんとね、十字架とかね、はい、そうだ、そうです、一緒です。いや、すいません、平岡さんか。平岡、平岡さんだ。平岡です。はい、平岡さん。平岡です。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 一緒にペース作っていこう。深い話。はい、ということで、ええ、見事に運をいただいたということで。いや、違うよね。はい、いや、嬉しいですね、運をいただけてよかった。いや、あれあんまり良くないから、欲しくて狙ってるしいないから。あ、いないですか、うん、あ、珍しいですね。深いの方、深い、うん、深い、うん、うん、やはさん、もう早速言わせてもらいます。え、クワカブバトル予選 B です。出ました、無事に。予選ブロック B ブロックも、開催することになりまして。いや、よかったです。ぜひ前回のやつ見てない方は見てほしいんですけども、うん、はい、まあ見事にね、いや、すごい、優勝者が決まりまして、 A ブロックの A ブロックが決まって、今回 B ブロック、 B ブロック、そしてまあ残り C ブロックをやって、はい、そのブロックの優勝者たちで、はい、決勝トーナメントという感じで本戦をやるという感じの、その予選ですね。予選ですね、はい、になりますんで、本戦出場者を決める大会、決める大会でございます。 B ブロック、そこの、クワカブたちが、これから登場するんで、はい、はい、まあどんな戦いになるか、いやー、はい、まあ最新の注意を払ってやっていこうとは思いますので、はい、なんでまあそこら辺の説明とかも A ブロックで言ってたりもするんで、ぜひ A ブロックで見ていただければと思います、はい、お願いします。はい、ということで、今回もちょっと出そうかな、ちょっとと見づらくなるかもしれないんですけど、はい、ここに出します。はい、はい、今回登場してくれる子たち1匹ずつ紹介していきます。いきましょう。今回ね、 A ブロックよりも重量級が揃ってるかもしれないです。なんて、すいません、ちょっとだけ甘噛みしちゃいました、はい、今回、はい、A ブロックの子たちよりも、はい、すごい重量級なってます。次もっとおかしなっちゃった。うわー、 A ブロックよりも重量級の子たちが、重量級いるというところになります。いや、 A ブロックもなかなか迫力ありましたよ。なかなかありましたけども、 B はもっと、はい、 B はすごいです。迫力のあるメンツ、まず1種類目出てこいやー、来ました、菊山さんですね。豊田です。はい、さあ1匹目こちら、そう、はい、お、重量級と言われて出てくる一発目、はい、ラフェルトノコギリ、すごい、ごめんね、すいません、ね、まあまあまあ、はい、この後、まあ、こういう子もいますっていう感じ、控えてはいるんでしょう、はい、こちらがバヌアツ共和国です。バヌアツ共和国、はい、出身、はい、タンナ島というところですね。へぇ、はい、というところがありまして、そこのノコギリクワガタラフェルト、はい、ラフェルトですね。ラフェルト、はい、この背中が綺麗な、ちょっとツヤクワガタの見た目の感じなんですけども、綺麗やもんね、すごい綺麗なツヤ感もあって。あー、でも、おい、はい、ただやっぱ、なんぞって、はい、ノコギリクワガタの根本的な闘争心の強さっていうのはやっぱり、はいはいはい、持ってる子にはなるんで、見た目はお上品やけどね。そうなんですよ、あ、だエリートヤンキーみたいな状態ですね。なるほど。これが、72mm 72mm の子になります。はい、はい、そして2匹目、2匹目こちら、はい、こちらペロッティ四角ワガタです。ペロッティ四角ワガタ、はい、うわー、四角はもう凶暴 な、こいつはサイズは 70mm、 こう 70mm、 はい、いや、いいね、やる気満々だね。そうですね、四角ワガタは今回初登場で、はいはいはい、はい、その中でもまあ比較的大型な、やっぱこの湾曲がね、そうね、どう生かされてくるかというところと、
どういう戦い方するのか気になるね。こいつがベトナムのシカクワガタになります。はい。これが2匹目。ベロッティ。ペロッティ。ペロッティ。シカクワガタ。さあ、そして、ヤマト魂。ヤマト魂国産オオクワガタ。出ましたー。はい。国産オオクワ。こちら70ミリ。70ミリです。これは岩手県産ですね。岩手の星。はい。大谷翔平と同じですね。口優勢。はい。まあオオクワガタはシカクワとかノコギリに比べると闘争心は少ないんですけども、うん、やっぱり足腰だったり顎の強さっていうのはやっぱりクワガタ界でも強いクラスの方になるんで、はいはいはい、そこでね、うん、どうなってくるか。もうやると決めたらやる。そうですね。ヤマト魂でね。はい、ヤマト魂でございます。気持ちの強さは誰にも負けないはずなんで。そうね。そして、もう一匹のヤマト魂。もう一匹のヤマト魂。こちら平田クワガタ。出ました。平田本土のあーだいぶおっとは、いやいや、バチバチですね。まだ、その控え室でやろうとしちゃう。はい。ああ。これは問題児です。問題児です。はい、こちらが57ミリ、ね。57ミリ。まあ、ちっちゃいけれども、はい、やっぱ平田。そうですね。やってやるぞと。東京の平田クワガタ。東京の平田。はい。お、ちょっと、つまみ食いしてます。あ、やっちゃうね。この平田クワガタはやっぱり、闘争心も強い。足腰も、顎の力も強いという。ええ、まあ、サイズはちょっと小ぶりではありますが、やると決めたらやると。平田クワガタの特徴として、やっぱりもうバランス的に強いんではい、はい、バロメーターはすごい高い、ポテンシャルの高い種類なんで、はい、ここでも圧倒的にサイズ感が劣りはしますが、どういう戦いを見せてくれるか。サイズじゃないんだぞっていうのはね、注目でございます。はい。さあ、そして今回6匹エントリーされてます。6匹。はい。1回戦は3試合ですね。なるほど。あ、平田マジ誰に喧嘩売るか、マジでキョロキョロして探してるな。あー、いいっすね。おー、危ないよ。さあ、そして5匹目。5匹目ちょっと見づらいですが、はい、うわー、スマトラ王平田。こいつはまずいって。優勝候補ですね、今回の。同じ平田とは思えないって。はい。これが日本と世界の差ですね。でーけー、はい、こいつが優勝です。Bブロック見事勝者は、はい、スマトラ平田。まだまだこれからです。剣だとさ判断したらもう速攻でやめる。はい。ダメダメダメ。おお、こいつがでも闘争心はすごいですね。やったろうとしようんだよ、こいつ。そしてラスト。ラスト。今大会初登場の、はい、カブトムシが出ます、ね。カブトムシも出ます。こちら。出ましたー。コーカサスオオカブト。コーカサスです。の85ミリ。85ミリ。ショートホーンですね。ショートホーンです。角の短い子。ええ。いやでもコーカサスは強いんじゃない、はい、ただコーカサスはね、闘争心は強いですから。おー。そして足腰、クワガタにはない爪の強さっていうのと。そうね。はい。いや、コーカサスかスマトラが、まあ、今パッと見で皆さん思うけど、うん、優勝候補なんじゃないかな。になるかなという予想ではありますが。まあでも覆す可能性も全然あるからね。はい、この子たちが激闘を繰り広げてくれます。はい。いや、気になるところです。から、誰と誰が、はい、まず初戦。やめやめやめ、もうちょっとダメだぞ。やめて。よくあるけど。控え室でやめて。K1 とかで、記者会見とかで。バチバチするやつ。あ、でも強いね。すごいね。トレーニングしてます。この6匹ちょっとごめんなさい、これ一旦気にせずで一旦ね。ということで第1試合、国産オオクワガタ VS 本土平田。ババーン。日本対日本、日本対決です。真の侍はどっちだ。第2試合、ペロッティシカクワガタ VS スマトラコーカサスオオカブト。はい。この対決で、いやー、どう、わかんないね。わかんないですね、さあ、そして第3試合、ラフェルトノコギリ、スマトラ王平田。いや、これややばいよ。こいつマジ強そう。サイズ何本？サイズ、そうですね、97ミリです。97。これでも97。100いってないという感じです。だから100ミリいってる子はいないって感じですね。なるほどね。というこの参戦を繰り広げてもらいます。すごい、ペロッティどうした。コーカサスを圧倒する可能性もあるぐらい闘争心ですね。コーカサスもちょっとビビってんもん、うん、あいつおかしいだろうかなってちょっと引いてますね、コーカサスが。引いてる。はい。ということで、この3試合やって、スマトラと、はい、ラフェルトノコギリの勝者がシードで、その決勝でという形にさせていただきます。はいはい、ということで、もう準備させてもらいます。はい。いきます。はい。はい。日本対決、第1試合、うん、入りましょう。どうでしょうね。まあ、今大会最初、はい、本土平田。そうですね。56ミリ。ただ気持ちはかなり強いと思う、うん、そうですね。こう今現在常に闘争心むき出しで、うん、さあ、それ対するが、さあ、そして岩手県のオオクワガタ。これがね、ちょっとおとなしいですね。まあ、そもそもオオクワガタの性格上、サイズ的にはね、オオクワガタの方が大きいけども、そうですね、どうやろう、まだちょっとまだ闘争心ができてないんで、
ここがどう出るかですね。まあやっぱいざでもガチッとこう組み合うと、はい、まあ、戦わざるを得ないってなって、うん、そこでこう攻撃本能が開花するかどうか、そこですよね、うん、平田の方はもうやってやろうっていうね。そうですね、この状態こんだけ闘争心あれば大金星あるかもしれない、あるかもしれないね、はい、体格的には大クワガタですが準備できました。最初の平田クワガタが日本対決です。どうなるか、大クワガタはじっとしてるけど戦うとアシュラに変わるのか。そしてここ一応ざっくりとしたフィールドから外に出たら負け、はい、3秒持ち上げられたら負け、そしてフィールドの外に投げ飛ばされたら負け、逃げたりしてもね、はい、戦意喪失も負けで、そして試合が硬直状態になると、もう独断で判定をさせてもらいます。わ、はい、かりました、参りましょう。行きましょうか、予選 B ブロック第1試合、さあ国産大クワガタ VS 本土平田、どっちが勝つ。はい、さあぶつかったら、ぶつかったぞ。さあ、いやでもサイズあるね、サイズがやっぱ違いますね。違うな、でもそれをどう、 1.5 センチありますから差が、人間でいうと15センチぐらい差あるぐらいのイメージですか。いや、かなり違うよ、はい、ただお互いに威嚇してます。いや、でも平田すごいね、ちっちゃいのに。ちょっと大クワが攻めたけど、おお、それを弾き返してますね。ひるまないよ、はい、しっかりこう足をね、ちょっと位置がね、スタート位置が悪かったから。さあどうする、お、行くか。さあちょっと横綱相撲の位置ですね、平田クワガタの方は。おお、挟んだ、おお、弾き返す、結構不動ですね平田が。さあ縁ですよ、いや、ちょっとずつ押されてるか、押されてるか、でもサイズで、うん、多分まだ分かんない、ちょっと位置が悪かったんでまだ良しとしましょう。まだここは、はい、あ、ただ、あでもちょっと逃げ腰か、やっぱ攻めてきてる、じりじりと大クワガタが攻めてきてるか。お、お、いやでもただ掴んだ、ただどうする、ただ持ち上げられないか、ここじゃ、ただただただ、きっと分からんぞ、でもすごいぞ、すごい、ここで土俵際、土俵際、おー、持ち上げた、あ、おー、いやいやいや、まだ分かんない、全然ある、全然ある、土俵際ね、平田クワガタ全然あるぞ、粘るよ、おお、持ち上げられないか、平田か、その位置で挟みきれないか、厳しいか、あー、おー、やばいやばい、なぜ沈まない、下、下危ない、おー、いけいけ、どっち、大クワが押し切るか、粘るか、平田、すごい、すごい粘り、おー、でもちゃんと下、下行こうとしてる、持ち上げきれないか、いや、でもこれ持ち上げられるか、平田ピンチ、いや、すごい、平田ピンチ、これは、どっちが、さあ、ただ粘る、ただ粘る、足をしっかりと、平田粘るね、これすごい、これすごい、ただお互いもう闘争心むき出しです、完全にやろうとしてるね。さあちょっと、ちょっと修正、修正じゃない、冷静してます。さあ、いや、持ち上げられるか、やばいやばい、いやでも、お、いやいや、すごい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 、体勢変えて、平田がすごいぞ、いやー、まあ、ちょっと体格差が、体格差で、体格差が出てはいますが、それでも奮闘頑張ってるよ。お、でも押してるぞ、押してるぞ。さあ、どうだどうだ、大クワガタを持ち上げきれない、ただ、平田も、あー、なぜか、やばい、お、でもすごいすごい、粘る粘る、ちゃんと平田すごいよ、平田行ってる、ちゃんと押されるときにかわしますね、かわして、あ、でもやばいか、いや、どっち、お、でも押してる押してる、どっちが行く、押してる、すごいすごい、すごいよ、ほんと平田がすごい、あ、やばいやばいやばい、あー、やばいやばい、あー、残念、惜しい、そう、屈辱のゼリーまみれ勝者、国産奥はすごい、いやー、平田もすごかったですけどね、いや、頑張ったけどね、いや、めちゃくちゃすごかった、まさかあんなローションにぶち込まれるみたいな負け方かわいそうよ。いや、でも奥はもやっぱりこう、ね、本気出した時の強さやっぱすごいですね。もうサイズ差に押してもうグイ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 押してたな。ただもう本当に本当平田の方が、うん、挟まれて危ういっていう時もちゃんとかわしてっていう感じでしたね。また潜り込んでっていうね、うん、ただそれをまあやっぱサイズで、さすがにちょっとサイズ差はやっぱ厳しかったか。でもすごい奮闘でした、素晴らしい、いい試合、素晴らしい、はい、第1試合終了でございます。はい、続きまして第2試合、ペロッティ四角クワガタ出ました。先ほどね、棒ピヨンピヨン音がね、はい、先ほど相当いきり立ってましたから、いきり立ってビヨン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 っていうね、すごかったですね、控え室での、一番目立ってたんじゃないですか、控え室では。完全にそうでしたね、はい、そして対する相手は優勝候補、はい、優勝候補、うわっ、コーカサスオオカブト、でかいね、やっぱり、はい、こうなるとそうですね、コーカサスの中ではちっちゃいとはいえ、うん、
相当でかいですね。サイズというよりも横の厚みとか、そうですね、かなり、うん、なんかこの爪の強さ、体重がどう出るか、そこをどう戦うかっていうのは見ものですね、ペロッティの方は。あんだけね、うん、目立つ動きしてたらここもやってくれるんじゃない。いや、そうですね、まだ全然、本土平田があんだけ奮闘しましたから。そうですね、はい。で、硬化説がね、まだ、おー、でもやっぱりありますね。気性が相当荒い、やっぱり最強と言われてますから。あー、手も長いですからね。確かにね、この手をね、うまく使ってくる可能性もあるからな。どうなってくるか、ちょっと楽しみですね、これは。どうなるでしょうか。やっぱもう、特に凶暴なカブトムシとして有名ですからね、はいはい、やっぱ最強と言われてる種類ですから、硬化説、はい、どういう戦いになるか、さあ、参りましょうか。行きましょう。ペロッティも準備万端です。ベトナムのペロッティシカクワガタ、インドネシア代表、スマトラ硬化説スタート。はい、まあ、まずはね、まあ、睨み合う。おい、やばいぞペロッティ。お、来た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 。おお、でもペロッティ、ペロッティか、嘘だろ、持ち上げられない、うわー、いや、耐える、あー、1、あー、2、3、あー、2、3、あー、あー、終了、終了、強かった。いやー、ちょっと強すぎますね。ということで、勝者みたいなポーズ取ってるけど、ですが、勝者、硬化説、いやー、強い、うん、強かった、ちょっと強かったです。ガツンと持ち上げられて、最後、バックドロップみたいなかまされたもんな。そうですね、さすがの硬化説でございました。いや、素晴らしい、うん、ということで第2試合も決まりまして、続きまして第3試合できますよ、やつが優勝候補の一角、スマトラ大平田。これはやばいでしょう。97mm、 今大会最長、インドネシア、ボー君です。さあ、餌を見てる。このゼリーはすべて俺のものと。ああ、いったいったよ、種子変わるんで。さあ、そしてラフェルトノコギリ。さあ、ラフェルトノコギリ、今大会ナンバーワンナルシスト。ナルシストな、見た目もね、かっこいいけどね、ずっと。いや、そうですね、動かずね、ポーズを取っていました、うん、ただね、やっぱノコギリクワガタのやっぱ才能というか、やっぱ希少性はやっぱありますね、荒さがあるね、うん。おー、いいね。こんだけ闘争心あったらね、まだ奮闘してくれるんではないかと。体格差は相当離れてますから、どうなるか分かんないですけども、スマトラもちょっと闘争心を。いやー、サイズ差だなー、これ。まあね、やっぱジャッジでね、こうもうダメだと判断したらね、はい、すぐやめます。判断しますので。おお、さあ、どうなるか。お、闘争心も出てきましたね。いやー、来た。まあ、1回戦ぐらいは、まあ、軽く倒そうかなって感じなのかな。そうですね、なんかこの油断がどう出るかですね。そうですね。さあ、参ります。さあ、こいつら、こう勝ったら決勝やから。そうですね、まだ分かんない。ここは決勝に行く子になりますね、ここの勝者は、ええ、さあ、行きましょう。スマトラ大平田 VS、はい、ラフェルトノコギリ、第3試合スタートです。さあ、危ないぞ。これは、ただよ、頑張るか。ちゃんと間合いを取って、いや、ただ押される。怖い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 。戦意喪失。それは仕方ない。危ない。素晴らしい判断。素晴らしい判断。いや、それは自然界において一番いい、うん、勝者、スマトラ大平田。でや、強いね。さすがにか。うん、いや、でも正しい判断でした、ラフェルトノコギリ。早い、今のはマジで素晴らしい。ああ、じゃないぞ、まずい。うん。でも一旦戦いに行ってる姿はやっぱさすがですね。そうね。もう多分もう、うん、手合わせした瞬間に気づいたよな。いや、そうですね。あ、ダメだ。ダメだ。どうしようもならない。ナイス判断。いや、スマトラ大平田が決勝に進みました。いや、まあ、思った通りですね。これはしょうがないですね。ここは。さすがの。ああ、強そう。さすがのパワーでございました。さあ、このスマトラが待つ決勝の舞台に来るのは、うん、どちらになるか。いや、まだ日本の星もいるからね。そして、まず、1匹目、国産オクワガタ。さあ、まあね、同じ平田を倒してるわけですからね、はい、そうですね。それが世界クラスの平田に勝てるかどうかっていうところの大事な一戦ですからね、その前にただもう一回戦ってるんで、もうバリバリですね。スイッチ入ってるね、うん、対する相手は硬化説オオカブト。来ました、カブトムシ代表、はい、さっきのね、うん、ペロッティシカクワガタの闘争心をもう一瞬で投げ倒して。そうね、パワー差はかなりあると思うけど、体格差ありますけど、まあこれがどういう戦い方をするか。さあ、気になる一戦、参りましょうか。行きましょう。硬化説オオカブト VS 国産オオクワガタ、ファイッ。いや、
さあ、日本の魂見せてくれ。あの、あの下の角に下入られたら終わりやからね。終わりですからね。低く低く入れ。クワガタのね、有利なところは低さですからね。低く入って下からね、勝ち上げるしかないぞ。あ、さあ、いきます。はい、おお。さあ、睨み合ってる。でかいな。いや、でかいね。いや、おきた。あ、長い足を使ってくる。お、やばい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 ぞ。おお、かわした。触れた。うわあ、かわせ、かわせ、かわせ。そう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 。前に入らせないぞと言わんばかりの。おお、あ、まずい。いや、足を使って。やばい、やばい、やばい、やばい。下に。下行かれたらやばい。おお。うわあ。頑張ってる。おお、頑張れ。あ、下行った、下行った。行ける、行ける。足を使って押さえつけてきてる。いや、頑張ってるよ。ただ下、下行ってる。おー、ただ。おー、どうなる。あー、やばいやばい、入られるか。あー、押されてる。まだまだまだ頑張れる。まだ大丈夫、まだ大丈夫。あ、マジか、マジか、やばい、マジか。これはもうどうなる。いや、でも、え、あるぞ。おー、あるぞ。おー、あるぞ。どっち今のちょっと待って、むずいよ。どっちだ。ちょっとリプレイしましょうか。いや、待って、むずい。持ち上げ、どうなんだ。持ち上げて、はい、下に、まあ、うん、押されてたけど、はい、僕はね、持ち上げて、うん、映像でどうやら入ったかな、今ちょっと見てみましょうか。はい、はい、リプレイ審査をした結果、ええ、勝者、コーカサスオオカブト。コーカサスです。はい、いやー、ちょっとね、落ちた場所はね、確認、追い切れなかったんですけども、うん、そうですね、はい、ただその前に、うん、まあ、すごい奮闘してくれてたんですけど、はい、ちょっと大クワガタはもう枠の外だったという判断で。そうですね、はい、もうすでに土俵外だったと、うん、やっぱりこことここの角度ってなるとどうしても、うん、大クワガタが有利になっちゃうのかなっていう。確かに下なってね、はい、まあもうあそこまで押し切った時点で、うん、そうですね、コーカサスの勝ちだったという、はい、なんで結果的には押し切りという形で、はい、コーカサスの勝利とさせていただきます。いや、いい試合でしたね。すごかったですね、最後の、うん、で自然界で言ったらね、はい、あ、すぐ下入っちゃうね。大クワガタが勝利と言っても過言じゃないんですけども、はい、下にいますね。もう、まあ、やっぱちょっと怖さもあった。あ、もう、まあ、やっぱもうこれが物語ってるかも。確かに戦意喪失してる可能性あるか。そこ面も含めてコーカサスオオカブトの勝利、はい、いやー、すごい。大クワガタは下に行っちゃいますね、やっぱり。あ、まあ、怖くなっちゃったんやろな。いや、でもすごい奮闘してくれました。ええー、はい。いや、でももう俺はこれでコーカサスで良かったと思うわ。確かにそうですね。やっぱり、はい、決勝の相手スマトラとサイズ感で争えるとなったら、もうこいつしかおらんよ。こいつしかいないですね、うん、はい、ということで、決勝戦でございます。いや、これ分からんぞ。これは本当に分からないです。これマジ分からんわ、うん、スマトラコーカサスに対するはスマトラ大平田。出ました、スマトラ対決。スマトラ対決でございます。どっちがスマトラなのか、はい、だからどっちも一応スマトラ島ではありますからね。さあ、島では一緒ですか。実際で戦う機会でもあるのかな。あるかもね、もしかしたらね。うわ、地域の種類によってはどうでしょうか。どうだ。いや、もうお互いね、はい、コーカサスに対しても、いや、もうバキバキですから。2試合してるからね。そうですね、すぐ行く可能性ありますね、これは。さあ、余力残してるので言うと、やっぱりスマトラ大平田、うん、ただもうたぎってる状態のスマトラをコーカサス。ああ、どっちがいくか、はい、もうコーカサスと呼ばして いきます。そうですね、呼びますね。ちょっとややこしいんで、さあ行きましょうか。さあ、どっちが勝つ。さあ、コーカサス VS スマトラ大平田、スタート。バッチリ。さあ、決勝戦だ。お、一気にいったぞ、一気にいったぞ。いや、おー、ただ手で。さあ、どうだ。すごいぞ、激しい打ち合い。いや、あれは、お、コーカサス押してるか、コーカサスが押してるか。あ、いや、そんなこともない。わかんない。おー、すごいすごいすごい。いや、すごい激しい。下を取りきれない。角の長さか。大怪獣バトルみたい。コーカサスの角の長さが、ただ持ち上げられない。いや強い。力強いな、足。足の力が強い、コーカサス。ただ、コーカサスの下角も入ってるよ。入ってはいる。ただ、持ち上げきれないか。パワーあるなぁ。さあ、持ち上げろ。どうだ？どっちが勝つ？おぉ、すごい。いや、迫力えぐいよ。どうなる？持ち上げ、うわぁ、どうなる？持ち上げ、うわぁ、すごい、すごい、投げ飛ばし。
勝者効果素数オオカブト。すごっ。 B ブロックチャンピオンです。下の角を使って、投げ飛ばした。ちょっと角のリーチ的に難しいのかと思ったけど、最後は行きましたね。ビョーンとね、カブトムシ特有の。すごい試合だった。いやー、まさか。でもちょっとわからなかったですからね。押してたのはスマトラオヒラタに見えましたけど。見えたけども、うん、一発勝負、一発勝負の世界ですから、ね、いや素晴らしい。 B ブロックの勝者が決まりました。素晴らしいです。チャンピオン効果さそうカブト。いやー強い、うん、いやこれは分かんなかったけどな。今のはマジでちょっとみんなもどっちが勝つかちょっと分かんなかった。分かんなかったですね。スマトラ大平田優勢かなと思ってましたけど。そうだよね、うん、やっぱ足腰の強さ、ちょっと持ち上げられそうな感じの中、そうですね、ポーンとね、うん、どっちが持ち上げられてもおかしくはなかったですね。そうですね。ただやっぱこう爪の強さ、体の重さでやっぱ、うん、コーカサスが勝利した感じがします。いやすごい強いね。いやすごい試合でした。いやお見事、お見事、かっこいい、素晴らしいね。いやいいね、ウィニングランみたいで、うわ見事でした。すごい、はい、ということで B ブロック無事に終了いたしました。いやすごい、いやすごい戦い。 A ブロックにも勝ると戻らない激闘、すごい戦いでしたね。いや素晴らしいね、はい、ここで B ブロックの勝者も決まって、はいはい、まあ何より無事で良かったですよ。いや無事で良かったね、はい、うん、次 C ブロックがありますんで。 C ブロックあるの、はい、C ブロックもございます。 C ブロックあるらしいよ。はい、ぜひ皆さん楽しみにしていただけたらと思います。はい、はい、平岡さん的にはどうでした。いや正直僕はスマトラ大平田、はい、うん、優勝するんじゃないかと。そうですね、思ってたんですけれども、うん、コーカス強いね。やっぱコーカスすごいですね。あ、うん、このサイズ感でこんだけ強いってなってくると、大きい子はやっぱ恐ろしいね。相当ですね。いやでも相当ちっちゃい方やな。うん、いや相当ちっちゃい方です。それでこれってなると、いやそうですよ、カブトムシやっぱやばいのか。やっぱカブトムシやっぱすごいかもしれないですね。そうね、うん、いやでもそれをでもね覆すようなクワガタも今後出てきてほしいね。確かにそうですね。だから C ブロックはまた盛りだくさんになると思います、うん、ね、気になった方は高評価を押して、待っててもらえたら嬉しいです。お願いします。そして今回のカメラマンが昼岡さんです。平岡、平岡さんか、すいません、昼も夜も平岡、朝も平岡、寝てる時も平岡、起きた時は平岡、うんちする時も平岡ラがルになっちゃいました。昼ではないですよ。ちょっとこうやってひらがなで、ええ、ロとル、あ、ロじゃないの、ヒロオカでもないそうか、ひらおかね。いやオリックス頑張ってください。いいヒロオカ、でもちゃんともう覚えます。いやもう信用してないです。もう2年3年ぐらいもう覚えてないんで。そうですね、でももう覚えます。ひらおか、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 いやいや舐める相場、食べるんじゃないですか、舐めてるんですか、どっちなんだよな。いやいや迷宮入りです。一緒に出てくる。はい、ということで始まりました、ええ、第3回クワカブいやなんで第3回クワカブバトル大会Cグラブ、はい、予選ブロックを今やってまして、はい、A ブロック、B ブロックと優勝者が決まり、うん、そこがもう本戦出場の答えになったんですけども、ええ、今回 C グループ、ええ、予選も優勝者を決めて本戦を迎えようかなと思いますんで、贅沢なね、はい、どうなってくるかというところですが、いやかなり A ブロック、はい、B ブロックもすごかったよ。いやそうですね、相当すごかったですね。これ以上のバトルあるか、はい、これ以上のバトルがあるんです。あります、ここには負けられない戦いあるんです、はい、日本代表侍魂、侍ブルーやっていきましょう。あるんです、あるんです、お互い、はい、自分がボール持ってないと思ってたまあ見てなかったというか、見てなかった避けた可能性がありましたけどC グループもすごいですから、もちろん細心の注意を払ってやっていこうと思いますんで、はい、うん、まあ一応 A グループの時に、まあ、詳しい話とかもしてたりするんで、はい、そこで、詳しくは見てもらえたらと思います。お願いします。はい、そして今回からフィールド、はい、ちょっと変わりました。変わりましたね。やっぱりちょっとスペースがね、うん、難しいということになったんで広めにさせてもらいました。はい、無事に昆虫ゼリーがね、はいはい、元々のフィールド、ここに昆虫ゼリーがあってフィールドがここしかなかったんですけど、そうなんですよ、はい、もうちょっと取っ払って食べました。はい、具志堅が具志堅が食べました、はい、本当に食べる可能性あるから、わざわざここまで来て食べてくれました。で、帰ってもらったの、はい、
扱いやばいって。そういった部分で C グループ、はい、出場虫登場させていきましょう。まず1匹目こちら出ましたー。ティティウス白カブト。ティティウス、はい、ちょっと可愛らしい種類ですが戦えんのか。いや、わからないですね。ただね、カブトムシ、まあ、これ、ね、ノースカロライナ州というところのカブトムシで、うん、まあ、白い、白カブト系の子にはなるんですけど、サイズはね、うん、これどんぐらいだろうな、サイズ測ってないですけども、はい、まあ、5センチぐらいかなですね、うん、おそらく過去エントリーの中で最小最小クラスですねっていうところかな、はい、ただまあカブトムシの爪の強さっていうのはありますんで、まあ、実際野生下ではまあね、はい、何かしらの争いはしたりしてるだろうしね。そうですね、うん、そういった部分ではまあちょっと未知数な子ではあります。はい、さあそして2匹目2匹目、こちらうわー出ました。はい、エラフスホサアカクワガタです。エラフスです。はい、これスマトラとインドネシアですね。かっこいいねー。はい、かっこいいですね、この光沢感すごい。はい、こいつ、強そう。こいつはちなみに野外個体なので、うわ、はい、野生下でバリバリに鍛えられてる可能性はあります。戦ったこともあるだろう、うん、そうですね、足腰はそんなに強くないんですけど。なるほどね。細赤クワガタ自体は結構闘争本能は強いんで、この顎、長い顎のリーチでね、どういう戦いを見せてくれるかちょっと楽しみな子でございます。この顎大事ですからね、はい、さあそして3匹目。3匹目、ババクルビデンス。ババクルビデンス、はい、クルビデンスオオクワガタですね。はい、オオクワなんですね。そうですよ、オオクワガタ。なんか比較的おとなしめではありますけど、うん、まあ、爪の強さ、そして顎の力、はいはいはい、そういった部分はやっぱオオクワガタはありますんで、戦うとなった場合ね、うん、そうですね、まあ、A グループ、B グループでも、うん、オオクワガタ系が奮闘してくれましたから、はい、いや、そうですよ。ここでもどうなるかやってくれそうな感じはしますね、はい、注目のところではございます。はい、ちなみにベトナムですね、この子は。ベトナムです。はい、サイズは72ミリで、エラフスホサアカは92ミリ。おお、ごついね。はい、相当でかいですね。はい、で、この中の突起が閉じた時にはもう頭の方にひっつくんじゃないかっていうようなぐらい、これが戦いにどう生かされるか。そうですね、そこも注目です。はい、さあそして4匹目。4匹目、再びダダン、スマトラ大平田出ました。 B グループでもね、大車輪の活躍を見せたスマトラ大平田とまた別個体で、この子は 101.6mm です。うわー、はい、となると前回の本大会で言うと最大サイズ、前回の子よりも 3mm、4mm か。いやー、なるほどね。こうですね。うわー、いやー、その体格がもう十分に生かされるんじゃないかなと思います、うん、はい、はい、さあそして今回は5匹エントリーしてます。じゃあ最終ですね、スマトラとクルト。まさかパラマン大平田出ました。世界最大の平田クワガタでございます。いやー、もうこいつらがやっぱ優勝候補になるんじゃない、スマトラパラマン。ちょっと待ってね、ダメだよ。いやー、もうこれぐらいね、怖いね。記者会見で大暴れするタイプのファイターね。ファイターでございます。もう闘争心むき出し。はい。これは99ミリですね。ああ、でもサイズで言うと、うん、じゃあこのスマトラの方が、ね、はい、スマトラの方が大きいですけど、うん、ただこのパラワンは、はい、野外個体です。うわ、なるほど。はい、もうすでに百戦錬磨個体。この5匹で戦ってもらいます。こんな感じで。おお、ダメよ。もう、あ、怖くなっちゃった。はい、さあ、このバチバチ、だから優勝候補はやっぱスマトラとパラワンの。まあここはどういう戦いになるか、うん、まあ混じり合うことはあるのか、そうですね、そこも注目ですが、はい、今回シードが必要になってくるな。シードが必要になってきます。今回のシードはスマトラオヒラタです。スマトラ、まあ、パラワンも、まあ、もちろん平田クワガタで闘争本能、そして爪の強さ、顎の力ありますけど、はい、まあ、スマトラのサイズ感の部分でスマトラが優勝候補ではあるかなと。なるほど、うん、そしてまあそれをパラワンがどうなるか、またはたまたね、はたまたというこの、まあこの2匹っていうところではありますけど、はい、そこにね、まあ、オッズで言うとだいぶ変わりますけど、そうですね、はい、エラフス、ティティウス、ババクルビデンスがどういう対決になるか、はい、いや、パラワンやべえ、ちょっとやばいですね。探してんの。ただだからこのパラワンを、脅かす存在が現れるか、そうですね、注目ですけど、もしかしたらティティウス実はすごい戦い方あったりとかっていう風になる可能性もなくはないですからね、まず第1試合ティティウス白カブト VS エラフスホサアカクワガタ、体格差でいうともうほぼ倍というか、すごいぐらいの差ではありますけど、ここがどういった戦いになるか。そして第2試合、ババクルビデンス VS パラワンオヒラタ、そして第1試合目ティティウス、エラフスの勝者とスマトラという形で行かせてもらいます。となるとクルビデン、ババクルビデンスとパラワンは勝った方が決勝。はい、なるほど、というところになりますんで、じゃあ
早速参りましょうか。もうちょっと闘争本能むき出し個体がたくさんいるんで。やばいですね。はい、ババクルーベネスが特にやばいです。やばいですか。はい。どうなってる。見てください。ああ、しっぽりと。はい。ベンチみたいにハマってます。すごいね。ただね、これはオークワのね、やっぱ修正でもあるから。いやまあそうですね。はい、隙間に行こうとするというか、ここを邪魔するものが現れた時、はい、本気で挑む時のオークアの強さってやっぱすごいですからね、はい、すごいからね。じゃあ早速行きましょう。参ります。行きましょう、はい、じゃあまずちょっと闘争本能を。いやいいね、エラスも。あ、だいぶこの顎すごいね。これすごいですね。これどうなるか分かんないですよね。だってスッと滑り込ませればね。いやそうそうそう、どんな相手だって持ち上げられるんじゃないかな。ただだからその力ですよ、あとはパワーがどうか。問題は今回でも、はい、ちっちゃいから相手が。そうなんですよ、逆にこれを滑り込ませるの難しいからね、うん、逆にちっちゃいからこそ苦戦する可能性もあるね。あるかもしれないです。おー、あーかわいい。おーら、おーすごい。あら、やったー。でやんでいい、でやんでいい。おーらー、いいね。おーら、仁王立ち。さあ、じゃあ早速いきましょうか。はい、エラフス VS キティウス白カブトスタートです。そう、すごい。開幕逃げたえ、まあ、今のは違う。今のは違います。今のは違う、はい、まあ、一応ここをフィールドとさせてもらいます。で、ね、独自のもう僕の判断で外に出た場合はもう終了、負けと、はい、そして持ち上げられて3秒、持ち上げられた場合は持ち上げられた方が負けフィールド上から投げ飛ばされた個体は負けそして戦意喪失した子も負けですね。で、長引いた場合はもうちょっと判定として、はい、判定させてもらうという形になります。いう感じですね。ということで、じゃあ行きましょう。いや、行きましょう。改めて、第1試合キティウス白カブト VS エラフスホサワカクワガタスタート。おぉおぉすごい即です。大丈夫か、怖かったか。エラフスホサワカの勝利です。エラフスの勝ち、はい、最速でした、うん、最速でした、はい、パナを狙われたって感じですね。そうね、出花をくじかれた、はい、圧倒的な、まあ、素晴らしい戦法でございました、はい、もう先手、はい、必勝ですか。先手必勝でございました、はい、早かったな、生きてたな、たで、ね、でも試合前は。いや、良かったですね、でもあれは。あんだけ生きて、爪痕は十分残しました、はい、1回戦、あ、2回戦か、進出でございます。そうですね、はい、はい、そして次、2試合目、2試合目、1匹目ババクルベネス72mm、 いいです。はい、大桑の名を冠するババクルビデンス、はい、クルビデンスオオクワガタ全世界に結構いるんですけど、広範囲でいる種類ではありますけど、はい、その中でも特徴がある、この顎の特徴っていうのが人気のクワガタです、ね、かっこいいですね、はい、優勝候補パラワン、優勝候補、わー、ね、やる気満々やね。ちょっと話でもいくぐらい、ね、いや、そうですね、はい、もうこいつはもうバッチリです。あー、さあ、オオクワの方はね、そうですね、ちょっとクルビデンスはもうちょっと、まあでも相手が来たらもうやると思うから。そうですね、大クワガタといえばそういう特徴ですから。でもしつこいようだったら本気出すみたいな感じなんで、はいはいはい、さあ行きましょう。行きましょう。第2試合、ババクルビネス VS パラワンオヒラタスタートです。スタート。おお、さあクルビネスから挟まった。ただいや、やっぱ弾き返して、爪が強い、間合い取ってます。パラワンも一撃で仕留めたかったところでしたけど。そうね、いや意外とクルビネスは怯えてないの、うん、さあ やる気おお、はっ、これはダメだ、これは戦意喪失したか。そうした、パラワンを拾った。これはだから、あの、そうですね、あの一撃で怖くなっちゃったのかな。ちょっともうダメだって、ダメになっちゃったかもしれないですね。下の方に潜っちゃってます。潜り切った、一瞬回って、あ、でももう逃げ腰ですね。いや、もう完全にもう、うん、怯えちゃったんよね、はい、相当な力でガッと挟まれてね。そうですね、はい、ということでパラワンは決勝進出です。パラワンは決勝です、はい、いやー、やはり優勝候補、さすがでしたね、瞬殺でした、うん、結構瞬殺の試合が続いてますが。そうですね、はい、こっから第2試合です。そうですよ、はい、ここで登場するはスマトラオヒラタ。いや、来た、こいつもやべえよ。いや、ちょっと怖いですね。うわー、挟む持久力がすごいね。すごいですか、力強っ。うわー。さあ、そして先手必勝、1回戦は見事にキティウスに勝利したエラフス。体格差はねあるけれども、はい、あ、リーチに関してリーチで言うとやっぱエラフスがね、うん、有利だと思うのでね、はい、下馬評はね圧倒的にスマトラですが、どうでしょうか、どう出るかです。参ります。エラフスオサーカ VS スマトラオヒラタ、パラワン沼津決勝に行くのはどっちだ。はい、リーチを生かすか、エラフス、ちょっと遠めのスタートです。もう体格を利用していくか、一気に来るぞ、これは来る、うわ、下でも入ったぞ。お、でもチャンスだぞ、これはバレてないぞ、エラフス、来た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 、うわー、止まった、
エラス。そうそう、うわっ、そうだ、エラス無理か。エラス、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 エラス。これはすごい。横綱や。ちょっとすごすぎる。スマトラの日向です。いや、すごい。これはすごい。投げましたね。すごい力やね。すごい力だ。エラス頑張ったけど。ちょっと怖いぐらいだな、つ。顎とか心配になるぐらい。ねえ、折れんじゃないかなって思うぐらい。でもまあ無事でね。いや、そうですね、よかったです。いや、よかったよかった。いや、でもすごい。いや、すごい。いや、奮闘してくれました。奮闘しました。さあ、そしてもうもう下馬評通りの決勝。下馬評通りですね。じゃないですか。そうですね。いや、これみんな見たかったね。いや、これはちょっとね、想像つかないですね。パラワン VS、うん、スマトラ。スマトラ、ただパラワンの闘争心がえぐいですから。やっぱ野生感でね、うん、鍛えられてきた百戦錬磨パラワン。ただここでやっぱ1試合して、うん、スマトラも闘争心むき出しになってますからね。唯一のね、今回100ミリ超えの、100ミリ超えのクワガタ、バケモンスマトラ VS、はい、野生感で鍛え抜かれたこの鋼の肉体、百戦錬磨パラワン。うわー、これはすごい。これはやばいわ。うわー、もうじりじりと来てます。うわー、やばい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 、うわー、いやー、これはすごい、ね、うわ、これわかんないね。これわかんないですね。あ、世界最大の平田クワガタはパラワンですけど。そうね、サイズがものを言うのか、うん、そうですね、サイズ的な部分で考えるとスマトラの方が参ります。パラワンを平田 VS スマトラを平田、決勝戦、決勝スタート。さあ、この緊張感あるぞ。来るぞ。一瞬で一気にいきますよ。来たと。おー、うわー、がっぷり四つ。いや、おー、でもスマトラ落ちてる、スマトラ落ちてる。いや、ただ、あ、あ、スマトラが、あ、1、いや、おお、これはどうなるか。これどうなってんの、持ち上げてるって感じじゃないけどね。挟んでるのはパラワンが、はい、ちょっと危ないか、場所が。ちょっと水に入れて離してもらいました。はい、ちょっともう一度にしましょうか。今持ち上げたってわけじゃないもん、はい、そうですね、挟んだ結果自分で上がっちゃった感じなので、もう一度再試合させてもらいます。行きましょう。さあ、改めて再試合スタートです。水に濡れた状態ですが、水に入れると結構離してくれるんで、皆さんも手挟まれたとか、はい、水とかに入れてみてください。捨てる間にでも、いや、やるよ、こいつらは。あ、来たぞ。いや、来た。スマトラが襲ってきた。体格を利用して。いや、でも、あ、でもやっぱパラワンが押されるな。スマトラ、ただただ、いやいやいや、わかんない。足が強いスマトラ。いや、両方ともしっかり。いや、パラワンが、あ、ちょっと押され気味か。スマトラの方がパワーで、スマトラが。いや、でもしっかりがっぷりをつくんで、一呼吸置いて一気にいくか。どうだ、負けられないパラワン。上がってるな、体が。上がってはいる。これは押されてる。押されてはいるね。じりじりとリングの縁に。あ、リングの縁に。あ、繊維喪失。これは C ブロック優勝はスマトラ大平田。いやー、強かった。強いですね。いや、パラワンも頑張ったけど。いや、相当頑張ってくれましたけど、なんか重量差で。そうですね、やっぱ体格差押し切った感じだったな。いや、でも優勝にふさわしい答えになりました。そうですね、はい、ただここからチャンピオン大会みたいなもんが待ってますから。うん、そうですね、相手はね、すごいですけど、どうでしょうか、はい、まあ、自分がやれることをやって、僕が優勝するという決まった未来に進んでいきたいですね。なんか言ってます、こいつが。おい、やめろよ。うわー、モザイク、うわー、違ったということで、 C ブロック無事に終了いたしました。いや、いやー、 すごかったですね。どうでした、平岡さんは。これは決勝がマジでスマトラ VS パラワン、はい、怪獣バトル見てるみたい。迫力あったわ。ここまでの組み合いはなかったですもんね。そう、決勝でね、うん、まあもちろんいいバトルも今までありましたけども、ね、はい、今回はがっつりこう4つ組んでね。だからもう本当に均衡しましたね、力。いやー、いい試合。あー、その中でね、繊維を喪失させたスマトラの力というか。そうね。いや、さすがですね、やっぱ決勝、優勝する個体はもう文句なしですね。そしてこの3グループが終わり、本戦になります。いやー、これチャンピオン大会みたいなもんよ。チャンピオン大会ですね、本当に。いや、すごいよ、はい、あとサトシが入るんだったっけ。入らないです入らない、あいつはもう真のチャンピオンなんで。あ、なったんか。はい、どっかにいるんで。 C グループまで優勝の3匹が決まりました、はい、決まりましたね。本戦はワールドクラスの新たなメンバーが加わって。なるほど、4匹なのか、5匹なのか、6匹、はたまた5億匹なのか。多いなぁ。と何匹になるかは本戦のお楽しみという形で、はい、いけたらなと思いますんで。まあ、とりあえず、まあ、予選終了して、本戦でだから、その予選なしの、はい、
最強個体たちを脅かすような存在の3匹が選ばれたかなとは思いますんで、はい、ぜひ、楽しみにしていただけてる方は、うん、高評価を押していただけると嬉しいです。お願いします。高評価の数が多いと次上がる動画、はい、決勝の動画も早めに上げていこうというふうに思ってますんで、ぜひぜひいっぱい押してください。高評価をお願いいたします。そして今回のカメラマンがラオカさんです。ヒロカ、あ、ヒロカさんか。うん、ラオカってやっちゃった。ヒヒヒがなくなっちゃいました。ヒヒ市原隼人ですか。はっ、ああ、そうか、あれはか。ヒいや、ちょ、やめてください。いや、ちょ、もう分かんなくなっなんで火抜くの。いや、ちょっとやっぱオール電化にしようとしちゃって。いや、その火じゃないよ。はっ、いや、市原だよ。市原隼人って誰ですか。すいません、平岡さん。平岡です。いっしょ、いっしょ、うーやっさー。はい、ということで今日も始まりましたけども、はい、こちらを見てください。こちら、はい、上株バトルでございます。出ました。決勝戦、決勝大会、かれこれ3ブロックやりまして、そうね、はい、3ブロックの優勝者、優勝虫の3匹と本戦で登場するもう最強の子たちが2匹います。2匹、合計5匹で争ってもらいます。いやー、すごい。はい、これはね、もう本当にチャンピオンが決まるって感じがしますね。もう3ブロック全部ぜひ見てほしいんですけど、もう結構な数エントリーしてたよね。結構な数エントリーしてました。総勢でいうと16匹かな。16匹、はい、その中で選ばれし3匹プラス3匹プラス2匹ということで5匹ですね、なりますんで、このクワカブの部屋杯チャンピオンが決まりますんで。いや、はい、初めてタイトル知りました。僕も初めて言いました、はい、今この7月15日時点で僕ん家にいるバトルできそうな子たちっていうのを集めた、はい、選抜メンバーの中で、はい、ベスト5という形になりますんで。いやー、えぐいね。まあ、A ブロック、B ブロック、C ブロック波乱ありましたんで。いや、すごかったね。うん、またいいドラマが生まれるんじゃないかなとは思うんですけども、はい、もちろん最新の注意を払ってやっていこうと思いますんで、はい、行きましょう。今回登場する子たち紹介していきましょう。お願いします、はい、まずは A ブロックチャンピオン平王平田。いやー、すごかったね。こいつはね、闘争心がやっぱすごいんですよ。あ、うん、ちょっと若干ね、顎がね、はいはいはい、麻痺気味ではあるんですけど、いや、全然ね、そう、そんなの感じさせない、全く感じさせない闘争心で、体力でね、はい、勝ってきましたよ。勝ってきてます。それが A ブロックのチャンピオンと、チャンピオンというところになります。さあ、そして B ブロックチャンピオン、 B ブロックコーカサスオオカブト出ました。のショートホーンですね。そうですね、トーカサスにしては、はい、だいぶ小ぶりな子ではあるんですけど、ただそれを感じさせない、はい、破壊力すごかったです。すごいね、見てほしい、うん、B ブロック、あのスマトラを倒してのチャンピオンですからね。そうよね、うん、すごい試合だったんで、戦う技術っていうのはすごいありましたね、こいつは。すごかったね、はい、やっぱまあ短い角ならではの戦い方だったりもするかもしれない、あれは見てほしいね。これが B ブロックチャンピオン、はい、B ブロックチャンピオン、はい、C ブロックチャンピオン、 C ブロックチャンピオン、スマトラ大平田出ました。これはね、もう相手のね、ライバル、うん、パラワン大平田を、そうね、うん、どっちが勝ってもおかしくなかったところで、うん、力でねじ伏せたという、いや、すごかった、ね、状態になりましたね。ちなみにこの子が倒したスマトラとは別個体ですね、はい、そうですね、この子の方が大きい、はい、101ミリです。96、7ぐらいを倒して、はい、そうですね、このコーカサスはサイズでいうと101ミリ、83ミリ、89ミリ、この中でも唯一今まで100ミリを超えてた子って感じですね。すごいね、でかいね、はい、でかいですね。順当に勝ち上がるっていうのがやっぱさすがですね。すごいね、予選で、勝ち上がった3匹でございます。ここに2匹入ると、そうですね、本戦に現れるのは2年前の昆虫バトル見てる方なら察してる方もいるかもしれないです。グアドループ島出身、ヘラクレスオオカブト出ましたー。はい、いや、一気にもうなんか、はい、ラスボス感出たな。ちょっとラスボス感がありすぎますね、これは。一気にピリついてきたぞ、緊張感あります。この木の上が、帝王が動き出してる。俺がやらねば誰がやると、はい、控室ですからね。あ、結局ね、パラワンとかギラファとかコーカサスとかいろんなのと対決しましたが、ヘラクレスが圧倒的すぎた。いや、強かったからね、2年前ね。うん、そこで考えると、やっぱシードという形で本戦から登場で。なるほど、サイズももちろん申し分なしですから、ね、はい、そうですね、こいつは164ミリでございます。わ、でかい。さあ、そして残り1匹は何なのか。どうなの。ダダーン、ヘラクレスオオカブトです。ヘラクレスです。はい、まさかの
こちらは160ミリです。160ミリ。はい。ですが、まあ、角の太さとか、体格、体積で言うと、うん、この2匹目の方がでかいんじゃないかという。なるほどね。はい。ヘラクレスが2匹。どうなっちゃうの？競馬表で言うとヘラクレスの決勝戦になるんじゃないかというところを、ね、この3匹がどう覆してくれるかみたいな。いや、気になるね。ところも注目です。確かに、もう決勝ヘラクレス、はい、ヘラクレスの、ややこしいな。ヘラクレス、ヘラクレス、ヘラクレス、ヘラクレスの、ね。あ、そういうこと。戦いになりかねないですけども。うん、おお、ちょっと。おぉ限り始めてます。場外乱闘。外出でやばいものになってるぞ。まあ、傍観する感じ。そうですね。この2匹は。対決は、第1試合、コーカサスオオカブト VS スマトラオヒラタ。B ブロック代表と C ブロック代表の対決です、ね。はい。対決ですね。はい。そして第2試合。第2試合。164ミリのヘラクレス。こじつと VS テイオヒラタ。テイオで、こっちはシード。160ミリのヘラクレスはシードでございます。はい。準決勝は160のヘラクレス VS 第1試合の勝者で。コーカサスとスマトラの勝者。の勝者ということは、テイオーとこのヘラクレスは勝ったら決勝。はい、決勝でございます。なるほど。という感じになるんでね。どうなるかちょっと楽しみですね。そうね。行きましょうか。いや、もうやっていきましょう。はい、そう、すごいおとなしいんですけどね。やっぱ急にスイッチが入るんで。やっぱ言っても凶暴ではあるんでね。で、スマトラはもうバッチリです。うわぁ。もうこのまま行きましょう。もうこのまま。スマトラ VS コーカサスオオカブト、スタートです。いったー。お、早速。早い。あ、でも、いや、あ、でも手で押さえて。下取るぞ。おー、まだ、始めた。おー、まだだ。どうなる、どうなる。いや、すごい。おー、あー、おー、あー、すごい、圧倒的スマトラ勝者、スマトラ大平田。いやスマトラ狩りの効果さすぞ。圧倒しましたね。圧倒した。お前が戦ったのはスマトラじゃないと言わんばかりの目をしてる。すごい、すごい。俺がスマトラだ。いやー、すごいね、はい、もう攻めて攻めて攻めた。戦いまくって。そうね、ちょっと勝利への自信みたいなのもついてきてます ね。 あのコーカサスの得意の、うん、あの下に潜り込ませる隙もなく、さすがの対決の仕方でした。こいつはもう準決勝進出です。準決勝進出ですね、はい、そして2回戦、ここでついに出たぞ。ベールを脱ぎます。さあ、今大会最長、はい、164ミリヘラクレス、やばいな。これね、うわ、はい、ちょっとたぎらせましょうか。ヘラクレスってやっぱすごい。うわ、先端角欠けてるように見えるんですけど、ね、欠けてんのかなと思ったけど違うんだ。これ違うんですよ。本当は2本に分かれるんですけど、若干、はいはいはい、そこが消失してる子ですね。俺も欠けてんのかなと思って、はい、あ、違うんやってね。さあ、うわ、対する相手は、はい、A ブロック代表、帝王平田。出ました。体格差がえぐいです。約倍やからね。そうですね。89ミリと164ミリ。すごい差ありますけれども。やるぞって顔してるわ。いや、これもうすごいっすよ。帝王はもう。戦闘強ですから、こいつ完全に。もう。本戦第2試合。164ヘラクレス VS、帝王平田、スタートです。スタート！リーチがね。おー、おー、でも行ったぞ。お？え？ヘラクレス？もしかして。もしかしてバンクラーゼか？帝王が。帝王がまさか。有利か、これもしかして。嘘だろ。おお、嘘だろ。おお、ヘラクレスが、ヘラクレスが押し出しです。まさかの決勝に上がったのは帝王ヒラタです。帝王ヒラタ。あの子、信じられない番狂わせが起きました。すごい、まさかの、まさかの戦い嫌いでした。大きいけども優しいやついるもんな。そうですね、でかくて優しいやつやった、うん、あいつ。帝王が決勝に上がりました。いや、まさかの決勝よ、うん、いや、こいつでもマジすごいな。いや、すごいね。やるぞっていう俊敏性もえぐいですからね。あんなでっかいのにさ、うん、全然平気で立ち向かっていくもんな。気をもう臆することなく、臆することなく出ましたから。最後はもうね、もういや、もう押し切りましたね。押し切ったもん。帝王が決勝で、はい、ということで、もう早速番狂わせ起きましたけども、ヘラクレス VS ヘラクレスはなくなりましたね。なくなりました。もしかしたら決勝にヘラクレスが上がれないなんてことも、いや、もう出てきますね。これは160ミリヘラクレスですね。はい、続きましたシードの、さあこっちはどうだ。こっちの方が、あ、やる気あるね。あ、前行くのか。 あるね。ああ、行く行く。 ありますね。ああ、いいね、いいね、いいね。あー、すごい。いや、これはすごい。どうなるか分かんないですよ。シードヘラクレス VS、はい、シードヘラクレス VS C ブロック代表スマトラオヒラタ。さあさあ、こいつももうバッチリですから、コーカサスを破ってここまで来ました、はい、うわ、かっこいい。いや、すごいね。かっこいい。これはどうなる。すごいですね。分かんないね。分かんないですね。もう行きましょうか。行きましょう。スマトラオヒラタ VS ヘラクレス、ヘラクレス、スタートです。さあ、始まった。決勝行くのはどっちだ。お、来たぞ。
お、いやー、おお、でもまだ大丈夫ないんだけど、一瞬でまだ分かんないよ。行く行く行く、まだ奥してない、奥してない。ただ位置が悪いか。おー、スマートだ。どうだ、おー、押してる。すごいすごい、どうだどうだ、かわしてかわして。いやー、でも力がすげー、すごい。あー、やべえ。いや、でも耐えてる。どうだ、耐えてるよ。お、足をちょっとロックしてるか。そうだね、ちょっと動きが取れない、ヘラクレス。で、スマトラはなんとかなんとか耐えてる、ギリギリ耐えてます。さあ、どうなるか。位置的には大丈夫ですね。浮いてはない、はい、いや、あー、ただ、あ、やばい、浮かされるか。耐えてる。あー、でも抜かれた、足抜かれた。これはマジか。これはやばい。いや、なんとか。うわ、あー、でも逆向きになっても、これはどうだ。いや、落とされるか、頑張れ。だうわっと、これはどうだ。いや、落とされるか、頑張れ。だうわっと、いや、あー、でもどうだ。これは押し出しです。これは押し出し。勝者ヘラクレス、ヘラクレス、ヘラクレスです。いやいや、すごかったな。頑張ったけどな。いや、そうですね、しがみついてたけどな。勝利への執念がえぐいですね。すごい、まだ全然、ま、だ全然バトル従ってますけど。いや、でもやっぱヘラクレスの、はい、いや、そうですね、パワー感じたな。感じました。今までこんなスマトラがさ、確かに力負けしてるの見たことなかったやん。完全にちょっともう大人と子供みたいな感じの試合になっちゃいましたね。いやよくやったけど、いや、よくやりましたけどね。いや、こっちはえぐいね。いこいつは闘争心えぐいっすね。やばいやばい、まだ探してるわ。怖い、こいつは怖いな。こいつをでも決勝で待ち構えるのがね、構えるのはまさかの帝王平田ですから。もう百戦錬磨の帝王ですから。そうね、はい、言ってももう1ヘラクレスやってるから。1ヘラクレスやってますからね。まさかのすごいよ、同じような見た目のやつやからね。そうですね、だからまあ今のはルールの規定上ね、スマトラがそう、ね、やめちゃいましたけども、はい、まあ圧倒的力でヘラクレスが、決勝に進みました。すごい、これはでも、これは、うん、スマトラもう文句なしですね。でもやられてたやろな、うん、しょうがない、うん、闘争心むき出しヘラクレス VS やばいよ、さっきとは全然大違いよ、はい、そうですね、あまたの強敵を倒し続けた帝王平田。おお、すごいね、これヘラクレスやばいぞ。ちょっとやばいね。あ、スイッチ入ってんな。スイッチ入りまくってますね。さあ、決勝戦、決勝戦、本当の帝王になるか、帝王平田 VS ヘラクレス、ヘラクレス、スタート。いやいや、お、でも帝王すごいよ。あ、やばい、真ん中はやばいんじゃないか。お、でも、いや、すごい、やばいぞ、真ん中は。あはははははは、さすがに聞いてたのと違う。さすがに無理か、聞いてたのと違うよな。さっきあれでいけたもんな。本戦優勝は160ミリヘラクレス。いや、すごい、圧倒的だ。圧倒的やったわ。ちょっと圧倒的すぎました。もう桁違いやったね。桁違いすぎましたね。3-1ぐらいでいい勝負なんちゃう。確かに。なぎ倒せるの、これは。帝王、聞いてたの違ったんやろな。全く違ったでしょうね。その前やったヘラクレス、いけたやんか、押したら、はい。しかもさっきの方がでかいですからね。そうだな。最初だからガッといって。確かに。でももうびくともせんかったわ。ヘラクレス。そうですね。まあただ、準優勝ですから、胸張ってほしいですね。あー、怖くなったな。一気にもう負けをし、完全にあんだけ勝ちに、はい、勝ちまくってたこの帝王も負けを知っちゃったから大奮闘でございました。いや、すごいよ、ヘラクレス倒してるからね。素晴らしい。ただチャンピオンはもうこいつ、圧倒的覇者でした。いやー、えぐいね。すごかったな。強かった、かっこええわ。ということで、クワカブバトル本戦終了でございます。はい、見事に圧倒的力でヘラクレスオオカブトが優勝という形で幕を閉じました。すごいすごい、すごすぎた。出てるもん、これやばかったですね。いこいつちょっともう別次元ですね、やっぱヘラクレスは。いや、ほんまにね、うん、ちょっと圧倒的やったかな。そうっすね、だからさっきのね、闘争心出したヘラクレスとこんなに差が出てくるかっていう。いや、そうね、やっぱこう性格というかね、その時の状態も大事ですね。うん、ね、もう余裕、あ、もういいっすかもういいっすかって感じだね。いや、これはすごかったです、はい、この子と三森が戦う。いや、そんなわけないでしょ、ボロ負けだわいや、さすがになんとかなると思うけどさ
すがに平岡さん的にはどうでしたかこれ、まあ、A ブロック予選から平岡さん見てもらいましたけど、ね、A、B、C ブロックプラス本戦、はい、いろんなクワガタ出てくれました。虹色エラフス、そうね、フォーカサス、大クワガタもいろんな種類出てくれたし、カブトムシもね、ティティウスとか、ティティウス、そう、最小で言うとティティウスですね今回、うん、ね、いろんなサイズのクワガタ、カブトが戦って、そうですね、無差別でねやっていきましたけど、うん、やっぱりでも平田強いね、やっぱ平田強いですね、クワガタだと平田強いなっていうのも感じたし、うん、まああとやっぱちっちゃいなりにね、虹色とかも戦い方、まあ本当にそうですね、動画映えは全くしないけどそうですね、まあ防御でねはい、はい、頑張るっていう、ああいう戦い方もあったり、うん、まあ戦い方はやっぱいろんなありましたね、あったね、顎の使い方もさ、うん、こう滑り込ましてとかね、うん、そうですね、下からこう硬化させみたいに勝ち上げてみたいな、あれもすごかった、いやだからちょっとヘラクレスは殿堂入りでいいんじゃないかな、確かにもう別次元か、なんか2年前もそんなこと言ったかもしれないですね、ちょっとヤバかったもんな、あの時も強さが、そうですね、ちょっと段違いしたもんね、あなので、まあ、実際だから帝王チャンピオンよ、よくここまで来た、はいはい、痛みに耐えてよく頑張った、おめでとう、おーおーおお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 立ち向かって押し切った帝王はやっぱすごかったですし、すごかった、スマトラとかもいい戦い方してたし、うん、そうですね、対戦相手次第ではね、どういう勝ち上がり方してたか分かんないですからね、そうだね、他の種類も、はい、ペロッティ四角ワガタとかもね、うん、体格の割にすごい戦い方を見せてくれて、頑張ってたしね、エラフスもね、いやエラフスも良かったよね、うん、あんな華奢な姿ではあるけどやっぱ闘争本能っていうのはすごいあるんだなって、やっぱあとあのリーチっていうのもあるしね、そうですね、いや面白い、そうですね、もうやっぱ面白かったですね、何よりみんな無事で良かったです、いや確かにね、はい、無事で良かった、うん、これがリアル虫キング、リアル虫キングをやらせてもらいました、はい、はい、一旦幕は閉じたんですけど、他種類でいうと気になるところはやっぱギラファとかね、そうね、大きいコーカサスとか、はいはいはい、それこそネプチューンとかね、そうね、サタンとか、サタンとか、まあそういった本当に世界各国のいろんな種類がちょうどこう家にいればいいんですけど、確かにね、やっぱそうはうまくいかないんでね、ゾウカブトとかもね、あーそうですね、どんな感じなのか見たいしね、うん、だから種類がねちょうどいい感じで揃ってるんだったら、カブト部門クワガタ部門みたいなね、確かにやれたらなとは思うんで、まあ、もし今後も見たいっていう方が多ければ定期的にやれたらなとも思ったりはするんで、はい、ぜひ高評価やコメントの方でそれを知らせてもらえたら嬉しいですね、お願いします、お願いいたします、ということで本日の動画以上になります、ご視聴ありがとうございました。ちょっとおまけ的な形にはなるんですけど、まあヘラクレスが優勝したけど、うん、この帝王と101ミリのスマトラだとどうなるか、はい、ちょっと気になるところなんで、ちょっとやりたいんですけど、はい、今ちょろっと触った感じ、完全に帝王がもうあの頃の帝王じゃなくなってるかもしれないですね、とんでもないもの見ちゃって、うん、あほんま完全にだ、心ってこうやって折れんや、すごいな、でもこれがやっぱ自然界では長生きする秘訣なんでしょうね、確かにもう強いものがいたらまっすぐ逃げる、うん、負けを知ってしまったらもうそこからは、うん、戦わない、あーでも思い出せ、頑張って頑張って頑張れ、思い出せ、お前はでもめっちゃ強いねんか、いやマジで強いからな、おーちょっとずつね、あーでもまだまだ大丈夫、まあやれるよ、挟まないな、おーほんまや、かわす確かに動作になってるな、倒すんじゃなくてこんな変わるんですね、一回負けたらもう負けるリスクのことを考えるとやっぱ逃げることになるのかな、うん、あでもあ来た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 、うん、おーでもおーいいねいいね、押し出そうとしてるね、なんとかなんとか気持ちはね愛するわ、はい、こっちも両方同じやつにね、はい、同じやつに圧倒的力の差で負けてしまいはしましたけど、うん、やっぱ今回の大会でいうとこの2匹がすごい盛り上げてはくれてるんでね、なのでね、はい、まあ裏決勝戦みたいな感じかな、そうですね、クワガタ部門って感じで行かしてもらいましょうか、うん、さあラストおまけ的な感じになりますけども、さあスマトラ VS 帝王平田スタート、お来たった、おおお、いや帝王もすごいわ、いや1ミリ以上差があるとは思えないな、あただただスマトラがいった、押されるかやっぱ、あ、でも、立ち向かう、いや、おー、でも、いやー、
お、まず耐えた。あー、素晴らしい。こんなにやめてあげてよ。弱々しい感じに映さないでください。いやー、すごい。だったな。いや、でもスマトラはあのヘラクレスに負けてたとはいえ、はい、なんか闘争心に関してはそうですね、ずっと持ってるな。やっぱずっとありますね、うん、すごい。やっぱスマトラがまあじゃあクワガタ部門、クワガタ部門は優勝という形で、そうですね、いいですね。いやーすごい、うん、いやすごかったわ。圧倒的ですね。普段飼育下では見れない姿をずっと見れてよかったです。いやすごいです。はい、いやありがとうございます。またいつか平岡さんとやりたいですね。ミモリ VS 平岡ね。はい、くぬぎの木の上で。意味わかんないけどね、普通に。負けたくないわ。なんで骨だったな今。なんだ今の。いや、分かった分かった。怖いよ、勝てそう。いや、またいつかやりましょうか。やらないよ、はい、いやいや、平岡さんとじゃなくて。そうね、クワガタ、カブトムシバトル、はい、そうですね。今見た方とかもぜひ、ここまで見てる方はみんな興味持ってくれた方だとは思うんですけど、はい、うん、まあちょっと生態に気を使いながらぜひやったりしてみてもいいかなと思うんで、うん、はい、でまあやっぱちょっと傷つく危険性もあるんでね。まあそこね、リスクはまあ、うん、あります、あるんで、うん、そういった部分考えるとあれかもしれないですけども、この動画以外3大会あったんで、はい、はい、それもぜひ見てなかったらぜひ見てください。お願いします。ありがとうございました。